おはこんにちは、こんばんは、アニキューです。今日もピックサークやっていこうと思います。はい、クリエイターモードです。まずは服着せよ。いろいろあるね。ボーンヘルメット、ヘルメットや帽子に使用すると高貴な見た目になるって、これティラノサウルスじゃないか。よし、これかけよう。まずはおおこのスタイルでいくよ。道具を見てみよう。いろいろある。チェーンソー、斧、機能のドリル。あ、いいねいいね。じゃあこのチェーンソー行ってみるか。この道具を使えば木を素早く切り倒して木材を集めることができる。動かすにはガソリンが必要。ガソリンありました。チェーンソー、俺はデンジャラスな男だぜ。よし、じゃあデンジャラス兄貴がチェーンソーで木を切ります。おおおお、いるよ。デンジャラスな、もっとデンジャラスそうなやつがいる。サイクロプスレベル20。うわー、チェーンソーで戦う。これちょっと木じゃなくてこいつと戦ってみようか。おーおー、またこっちにもなんかすごいのいるよ。いやー、戦ってる。おー、うわー、戦ってる。うわー、サイクロプスとファイアーエレメンタルが戦ってる。うわー、これ果たしてどっちが勝つのか。どっちが勝つ。レベルはファイアーエレメンタルの方が高い。これだからファイアーエレメンタル勝つ。あーあーあー、2対1になった。あーあー、おいおい、これじゃいじめだよ。ちょっと加勢しよう。あ、これは1しか効かねえ。ああ、1しか効かねえ。ああ、おお、すごい。あ、サイクロプス1人倒したぞ。わお。お、強かった、サイクロプス。サイクロプス、あれあれあれ、あ、もうやめた。サイクロプスはもう戦うのやめちゃったよ。ブイーン、うわー、気持ちいい。ブイーン、ブイーン、いいね、チェーンソー。ちょっとドリルも使うか。ドリル。はい、ドリル持ちました。ドリルです。えい、ドリル、ドリル、ドリルって憧れるよな、なんか。ドリル、よし、じゃあやっぱ掘ってみるか、このドリルで。さあ、ここ掘るよ。ここ掘れ、ワンワン。ドリル、あれ、ドリル、あ、当たってる、これ。あ、当たってる、当たってる。なんか振動ばっかりしてるけど全然。ああ、うわー、めっちゃ折れた。めっちゃ折れた。横、あー、すげーすげーすげー。めっちゃ折れるやん、これ。これ真下は、うわー、真下も折れる。真下も折れる、真下も折れる、どこまでも折れる。うわ、モグラだ、俺はモグラだ、俺はモグラだ。すごいすごい、音がすごいね、これ。あれあれ、ちょっと掘りすぎて出れなくなった。さてさて、では恐竜出したりしようかな。次はステゴサウルスちゃん召喚。おー、あー、かわいいね、ステゴサウルス。ステゴサウルス俺好きなんだよね。ほら、ここの頭にもいるし。乗ってみよう。よいしょ。おお、おお、乗ってます乗ってます。攻撃とかもできない。尻尾振ったりできる。その、おお、尻尾振ってくれますね。ドーン。これでね、ティラノサウルスとか肉食の恐竜倒すんだよな。はい、じゃあ次でかいの出してみよう。おっきいね、おっきい。なんかね、聞いたところによると、おー、ブロントサウルス。このブロントサウルスとか、まあ、何種類かの恐竜には恐竜の上になんか家とか建てれるらしいんだよね。ちょっとやってみようかな。おー、いいね、こりゃいいわ。プテラノドンに乗ります。さあ、乗ってみるか。よろしく頼むぜ。おー、青空へゴー。気持ちいい。あー、こんな感じだったんだ。うわ、ブロントサウルスがあんなに下にいます。もう、よいしょ、ありがとうね、プテラ。よし、いい乗り心地だったぜ。よし、じゃあいよいよ行きますよ、皆様。恐竜界の伝説のレジェンド、ティラノサウルスレックス降臨。さあ、では乗ってみよう。おお、足音すげー。